2023年11月24日、イギリス国防省が主張しているところによると、ウクライナ南部ヘルソン州を流れるドニプロ川におけるウクライナ軍による東岸への渡河作戦では、ウクライナ軍がアメリカから提供されている高機動ロケット砲システムハイマースや M270 などの、多連装ロケット砲システムマースから発射される長射程の GPS 精密誘導ロケット弾や戦術弾道ミサイル MGM-140A タクムス、さらには 155mm 榴弾砲から発射される誘導砲弾 M982 エクスカリバー、あるいはイギリスとフランスから供与されている航空機発射型の空対地巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG などによってロシア軍側に大きな損害が生じているというよ。それによると、11月10日にドニプロ川東岸のフラドキウカにおいて、ウクライナ軍の長射程兵器による攻撃を受けたロシア軍部隊が70人以上の戦死者を出したとする情報があるとしていて、東岸に渡河したウクライナ軍を撃退することができずに、むしろ多数の兵士を失っているとしているな。またイギリス国防省は19日には東部ドネツク州クマチョボで同地のロシア軍が式典を開催していた場所にこれらの長射程兵器が撃ち込まれ、兵士多数が死亡したことにも触れていて、この件についてウクライナ側ではロシア兵25人と慰問に来ていたロシア人の女優が死亡したとするコメントを出したぜ。さて今回はドニプロ川渡河作戦の戦闘が激化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ヘルソン州のドニプロ川東岸では19日にウクライナ軍が展開しているロシア軍を撃退し、3カ所で渡河に成功してさらに展開するための拠点、いわゆる橋頭保を築いたと発表しており、また17日には海軍歩兵部隊がウクライナ陸軍の部隊と連携して、東岸の数カ所で拠点を確保するなど東岸への攻撃を進めており、敵を破壊する作戦を遂行していると東岸への渡河作戦が順調に進んでいることを明らかにしているよ。ドニプロ川東岸での橋頭保の確立が事実であるとするならば、6月上旬からヘルソン州の北にあるザポリージャ州やドネツク州などで開始されたウクライナ軍の反転攻勢作戦において、西側諸国から供与された新型戦車や歩兵戦闘車などが配備されたウクライナ軍の機械化旅団などの進撃速度が遅く、反転攻勢作戦は失敗したとの評価が高まり西側諸国の支援継続が懸念されている現状において、ウクライナ軍にとっては大きな弾みになるとされているね。その一方でロシア側からも15日に、ドニプロ川東岸においてウクライナ軍部隊が侵攻したことを認めていて、ロシア側によって任命されたヘルソン州の行政当局の幹部が SNS にウクライナ軍の小規模の部隊が、ドニプロ東岸側に渡河してクリンキー村へ侵攻してきたが、ロシア軍が激しく迎え撃ち、同村でウクライナ軍の進撃を阻止したと投稿しており、ウクライナ軍がドニプロ川東岸への渡河を成功させて東岸に居座り、ロシア軍がそれらを撃退できていないことは間違いないぜ。現時点でウクライナ軍がドニプロ川東岸に陣地を構築していると見られているのは、ヘルソン州の州都ヘルソン市に近くにあって現在は通行不能となっているアントニフスキー橋の東岸たもとにあるダチ。その上流にあってロシア軍に占領されているピシュチャニフカの北西地点にも陣地を構築したほか、さらに今回橋頭保を築いたとされているクリンキーの3カ所で、これらの橋頭保には24時間絶え間なくロシア軍からのロケット弾や榴弾砲弾に迫撃砲弾などが飛来しているとされているとの情報があるが、ウクライナ軍が保持しているとみられているな。ウクライナ軍がヘルソン市周辺でドニプロ川東岸に渡河作戦を展開していることで、その目的が何であるか3つの説があり、一つは反転攻勢作戦の一角としてヘルソン州を奪還してその先のクリミア半島まで軍を進めるのではないかというものだね。クリミア半島は2014年にロシアによって不当に併合されてから現在も実効支配が続いていて、ウクライナのゼレンスキー大統領がその奪還を悲願としているよ。同半島は北側でヘルソン州とつながっているため、ヘルソン州をウクライナ軍が奪還した上で、半島の東端とロシア本土のグラスノダール地方とをつなぐクリミア大橋を破壊されると、
同半島に展開しているロシア軍は完全に孤立することになり、まさに兵糧攻めの状態になってしまうんだ。しかしながら、ウクライナ軍による反転攻勢作戦の進捗が思わしくなく、共闘歩として構築した陣地が日夜砲撃にさらされている現状においては、戦車を含む機械化旅団などの強力な大部隊をドニプロ川東岸へ渡過させることは難しく、ウクライナ軍が本格的に攻勢を仕掛けることはできないとする見方が多くあるぜ。奪還して以降、ロシア軍による猛烈な砲撃は奪還したヘルソン市内にも及んでいるからな。そのため、ドニプロ川渡過作戦のもう一つの狙いは、ヘルソン市内に砲撃を加えているロシア軍部隊をその射程外の後方まで押し下げることにあるのではないかとの見方があるわけだ。ウクライナ側のヘルソン州軍政当局のプロクディン氏が、このところの1ヶ月でヘルソン市内への砲撃は大幅に増加していて、1日に最大700発以上も撃ち込まれることがあるとしていて、これは西岸の占領地とヘルソン市を奪還したウクライナ軍への報復だと感じていると述べたよ。そしてさらに状況は厳しいが、ヘルソン市はロシア軍による占領から解放され、市民は自由に交流を行っており、我々の土地を自由に歩くことができているとした上で、ふるさとの存在は人々に力を与え、ふるさとにいるからこそ市民はこの苦境を持ちこたえているのだと主張したんだ。ヘルソン市の現状から少しでも市民を救うために、大部隊を渡せずに本格的な渡過作戦の実施が困難なドニプロ川を渡過して、ロシア軍の砲兵部隊をその射程外に後退させることが、今回の渡過作戦のもう一つの目的とする見方も出ているみたい。この東岸地域で最も戦闘が激しいのはクリンキー近郊で、ロシア系の軍事ブログによると、クリンキーの周辺ではロシア軍が奇襲的な反撃を開始していて、集落に隣接している森林帯に潜んでいたウクライナ軍を駆逐したとして、ウクライナ軍は川沿いまで撤退する中、ロシア軍のマースによる攻撃を受けて多数の死傷者を出したとした上で、ただし、この軍事ブログでの書き込みについては、そのことを証明するような動画や画像などは投稿されておらず、その信憑性については確認が取れていないみたいだな。ここに来てイギリスのガーディアン氏が、現在ウクライナ核戦線が膠着状態にある現状を踏まえた上で、西側諸国の当局者の話として6月から続いたウクライナ軍の反転攻勢作戦はほぼ終了したとみなされるとしたことを報じたぜ。その話の内容は、ウクライナ軍の反転攻勢における主攻撃軸とみられるザポリージャ州の戦線では動きが見られず、両軍ともに地上戦でイニシアティブが取れるほどの戦力を持っておらず、決定的となる新たな作戦を展開することができないというもので、ウクライナ軍もロシア軍も年末までに前線で大きな成功を収めることに期待できない状況だと言われているわけだ。両軍とも現在の保有戦力では前線を大きく動かすのは困難で、ウクライナの核戦線は不安定な均衡状態になり、さらに間もなく冬が来ると戦闘が一段落する形となって、ロシア軍は寒波の到来とともにウクライナ国内各都市へのエネルギーインフラへの攻撃を作刀と同様に実施し、ウクライナ軍は長射程兵器や破壊活動などによってロシア軍の兵站や物資の破壊を強化するだろうね。この次に両軍が大きく動くとするならば、来年の春から夏にかけてであろうと見られ、この結果を左右する第一の要因は西側諸国からの支援量で、さらにロシアが今後大規模な動員を実行に踏み切るかどうかについても大きな要因と見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。